山頂古面章は、源氏物語の注釈書である。本書は、現在は、源氏物語の注釈書内紙は、公害書に位置づけられているが、より厳密には、光る源氏巻明家の注釈書である。本書の序文によれば、本書は、有利になる人物によって1449年正月付きつじずに、表されたとされている。 いくつか異なった表題を持つ伝本が伝えられているが、一般にはこの山頂古メンの名で呼ばれている。後世引用されることもほとんどなく、当時としても決して主流の存在とは言えないと考えられるものの、南北町時代から室町時代にかけての道場だけの存在から地下にまで広がりつつあった。 源氏物語の需要の一面を捉えることができる貴重な資料としてしばしば注目され、研究されている。光る源氏巻名家とは、源氏物語の巻名を読み込んだ歌集、源氏物語巻名家の一つである。中でも、この光源氏巻名家は、藤原定家により作られたと伝えられ、重要視されてきた。しかしながら、近年の研究によれば、奥入りなどとは、 薪の数え方が違うことなどから藤原定家の作ではなく、おそらくは、レンガが流盛した時期以降に誰かが定家に固くして作られたものであろうと考えられている。なお、本書、山頂コメンがその序文通り1449年に表されたとすると、光源寺巻名家について言及された文献の中で、かなり早いものということになる。この、光源寺巻明華では、 源氏物語の巻城について、よもぎウ巻と関屋巻との前後関係が、現在一般的なよもぎウ関屋とは逆の関屋よもぎウになっており、山頂古面章でも光る源氏巻名家の巻城に従って筆を進めている。本書の著者は有利なる人物とされる。同人は室町時代のレン師であり、二層であるとされるが、生没年、地筋、出身地、 活動拠点など、その生涯のほとんどは不明である。幽林は、源氏読みびくにと呼ばれており、源氏物語の公爵について何らかの権威を認められた存在であったとみられる。同人には、源氏物語の関して、本書の他に、光る源氏一部かなる著作も残されている。室町時代の劇曲管理を務めた中原康富の日記、高富記によれば、 京都区3年3月から同4年4月の約1年間に、渡って、源氏読みびくにの有利になる人物がたびたび、高富の元を訪れ、源氏物語の優雅を、母木木、若紫、赤子などの巻を講じたとされている。山頂古文書には、現在、以下の7本の写本が確認されている。それぞれの本文の移動は、かなり激しいが、これらの中では、 神宮文庫本が最前本であると考えられている。この他に、国書総目録には、東園文庫蔵本と阿波国文庫蔵本が挙げられているが、現在の所在は不明でありその詳細も不明である。ありがとうございます。